ルートビヒ・フェルディナンド・シュノル・フォン・カロルスフェルトは、ドイツ生まれの画家である、プロイセンのケーニヒスベルクで生まれた。父親のファイト・シュノルは、画家で、二人の弟、エドワルト・シュノルとユリウス・シュノルも画家になった。父親から絵を学んだ後、16歳で、ウィーンに移り、ウィーン美術アカデミーで、ハインリヒ・フリードリヒ・ヒューガーに学んだ。美術アカデミーで、共に学んでいた学生には、 ヨハン・フリードリヒ・オーファーベックがいて、オーファーベックは仲間の学生とセール家兄弟団を結成し、何人かの学生はアカデミーを中退し、ローマに移ったが、シュノル・フォン・カロルスフェルトはそれに加わらなかった。ウィーンではロマン派の詩人、ザハリア・スベルナーや文学者のフリードリヒ・シュレーゲルと緊密に交流をした。1812年にシレジア出身の女性と結婚した。 1818 18年にウィーン美術アカデミーの校長の地位を得ようと運動したが、ロマン主義の文学者たちとの交際などを実力者のメッテルニヒが嫌い実現しなかった。この後、オーストリア宮廷で不遇な立場にあったヨハン大公の支援を受け、大公の別荘の装飾画を描いた。1830年代にスイス、パリやドイツ各地を旅した。 ロマン主義絵画が人気を得るようになったことや、ヨハン大公の支援もあって1835年に美術アカデミーの会員に選ばれ、1841年からはベルベデーレ宮殿のオーストリアニアラリーの学芸員を務めた。弟子にはモーリッツ・ホン・シュビントがいる。ありがとうございます。